庭園館、大手水金屑、高取以降の銅像西系公園は、佐賀県卓市卓町に所在する都市公園である。明治の炭鉱開発を手掛けた実業家、高取以降が寄贈したもの。山を借景にした山水庭園や高取の立像、三つの私立資料館、などがある。園内に立つ木造の和風公会堂、館、大手は国の登録有形文化財。 江戸時代、この地は、比前国佐賀藩拓領の家老を務める目山、拓家の屋敷だった。比前の炭鉱王と呼ばれ、明治時代に佐賀県、長崎県内の炭鉱開発を手掛け実業家、高取以降は、事業を息子に譲った後、自身が青年時代に拓領の友好東原商社で学んだ縁から、屋敷跡地に1920年から1924年にかけて、 庭園を造営した。また、同時に公園の隣接地に村の図書館と公会堂も建設した。高鳥はこれらを多額の資材を投じて完成させ、1922年に宅村に寄贈した。公園の名は高鳥が豪として使用した西系から取られている。南方にそびえる城山を自然の借景とする山水庭園。春は約四百本の桜。 初夏は筒子、秋は紅葉、冬は梅の花が見られ、季節それぞれの風情を鑑賞できる。園内には水金靴がある。また、1920年には村民や有志の寄付により、園内中央に高取の立像が建立されたが、太平洋戦争時に供出され、しばらく共像のみとなった。その後、有志による復元委員会が募金を募り、2011年に、 立像として再建された。関王帝は、高取以降が、宅村の公会堂として建設し、1922年に公園と同様に村に寄贈した。国の登録有形文化財に登録されている。岸間炭鉱で技師を務めた大坪野兵の設計で、木造は風光街道建築の恒例とされる。名称は、高取の書、サムウグイスマチ春から取られている。 サムウグイスという言葉は、春に備えて一生懸命ささなきを続け、やがて春には美しい鳴き声を出して、一人前となる冬のウグイスのように、タクの人々もこの公会堂で学び、世に出て行ってほしいという思いが込められている。タク郷土資料館、タク尖閣舎資料館、タク立歴史民族資料館の三つの資料館が、公園の西側にある。いずれもタク立。 尖閣舎資料館には、日本の近代化や、郷土の発展に尽力した、高取一行、電気工学者、シダリンザブロ法政官僚、鶴田明ららの資料が展示されている。歴史民族資料館には、民具や農具のほか、この地の炭鉱の資料が展示。郷土資料館には、近世総局の源流となった畜の子宗の思祖、諸田賢順の資料や、 宅生病の資料も展示されている。なお、郷土資料館の書庫として使用されている、レンガ作りの倉庫は、大正期に、宅村の図書館書庫として建てられたもので、国の登録有形文化財に登録されている。毎年行われる、孔子の里桜祭り、孔子の里紅葉祭り、公園内の広場や館王帝が会場となる。JR 宅駅からは、乗用車では、 長崎自動車道宅インターチェンジより、国道203号、県道24号経由で約8キロメートル、約14分。公園北側に80台収容の駐車場がある。ありがとうございます。